大変ご苦労様でした。質問する前に話をしますけれども、私はこの基本条例を作ることは大変いいことだというふうに思っていますし、ぜひ作る方向で検討していただきたいというふうなことの中で質問をしてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。まず何点かお聞きをしますけれども、まず最初にですね、人と議員との関係について今委員長の方から話がありましたけれども、 75% の今まで作ったところの 75% のあるいは人に対する反論点等については認めているというような話なんですが、私的にはですね、委員長が強く言っておりましたけど、二元性を取るんであれば、それということを 大前提とするんであれば、この市長等は、除いて市長には反論権を与えるというふうに私は免疫をしたのがいい。我々議員も市長も市民から選挙で選ばれた人ですから、その市民から選挙で選ばれた人同士が真摯な議論をするというのであれば、私は当然そういう形でするべきだというふうに思います。それと会派の件なんですが、やはり議員活動においてはですね、鹿沼市の場合には議会 の中で申し合わせ事項できちんとできているわけですから、わざわざ条例にすべきものなのかなというふうに私は思いますので、他の議員の意向を考え方をお聞きしたいと思っています。それと第10条17条議員定数議員報酬についてですが、市民の意向を踏まえてという形にあるんですが、このせめてですね、議員定数は議員自分自身がいろんな形で私は判断すべきだと。市民の意向はでどうやったら市民の意向を把握できるのか、これ条例ですから法律になるわけですから、それはきちんとした形でやめるんであれば、それをきちんとやるんであれば、我々議員がきちんとした考えのもとに定数については審議する気だし、報酬についても我々で判断すべきものであると。そして選挙、4年に1回の選挙によって市民から負託を受ける義務があるわけですから、市民はそれを判断する権利があるわけですから、そういう点についても私はそういうふうに思うんですが、まずその点について委員長の説明を。まず1点目の反問権についてでありますが、確かに位置的には 75% ということで公募である。これはスタートの時点で北海道の栗山町でスタートしましたが、当初皆反問権ということで、むしろ議会基本条例につきもののような表現になっております。しかし実態的にはほとんど反問権というのは使われてないというのが実情で、なおかつ表面として反問権ですから、反対する権利ですから、でそれは同等といったらば、表面としても少しずれるんじゃないかなというのが一つ。それと今回講演を聞かせていただいたり、アドバイスをいただいたりか、沼田教授にもいろいろ意見聞きましたが、やはりもうすでに4年5年ぐらいになりますが、やってる中でいらないものを要するに書く必要もないし、また趣旨と違うことを書くのもどうですかという意見もいただき、それで何回も委員会の中で論議をしてきたところであります。それと市長ということについても小野木委員の方が言われましたが、問題は議会で我々が質問して市長だけが答弁するんじゃないから、部長も答弁するときに誰々議員さん、そこはこういうことですかということで確かめる、そういう質問はあってもいいんじゃないかということで市長等とした経過があります。で非常にこれも委員会では全部論議しましたね、いろいろね。でそういう中で結果的に委員も多数で、反問という言葉はいらないというふうに結論に達したのがこの案として出され、先ほどアンケートでも紹介しなかったんですが、市民の中でもアンケートであまり反問権については意識してないんですよ。反問権については、
このような質問をしますと、議会基本条例に相当の質問を認めていますが、どう思いますかということで、この中で一番多かった回答は、質問の論点を整理するために必要ということで、52.1%、まあ、25人の方が答えてて、人間代表制の主張と議員の緊張感を保つために必要が、その次の43.8、21人の答えでいまして、まあ、そんな状況もありまして、一応条例の中でそのような規定になりました。次、2点目の会派でありますが、確かに現状緩和の場合は無所属の方がいらっしゃるんです。で、これも一番、参考にというか聞いたのは、会派浜松市で視察に行った時も、会派やがて会派という規定はやがてなるかもしれない。でも議員の中で組織としての 少数単位、一議員会派があって、議会全体のいろんな組織があります。で、それで一番最初の組織が会派であるということで、その会派の中で政策なり賛否なり、いろいろその何て言うんですか、最初の討論する組織体が会派であり、それで会派の必要性を認めるということで、まあ、実は会派のこの基本的にスタートでは会派というものを項目として出さなかったんです。でもやっぱり論議の過程で会派があって、会派の中で論議を経て、さらに会派代表会議とか、今現在でもやってます会派代表会議の中で、一つ一つの課題を決定していくという意味で、会派ということを明確にしたわけです。それが会派についてです。あと3つ目の議員定数で、これも文書表現で非常に難しいですね。市民の意向を踏まえていくというのは、これは広い意味で踏まえているところであります。広い意味というのは、何々をします、アンケートを取りますとか、何パーセントの要望があったらやりますということじゃなくて、広い意味で市民の意見を踏まえて、定数減の、今で言えば減の動きがあるとすれば、それをいち早く議会として自主的に定数減を決めますという意味で、これも沼田君と相談して、あまりこうして縛りをかけちゃうと迅速性が出なくなっちゃうということで、じゃあ市民の意向がどっちなのか、ごくごくなのか、多いのか少ないのか、そういう市民の意向をきちっと踏まえた上で、あとは自主的に議会の中で決めるべきじゃないかということで、このような表現になって、要するに協議の狭い意味の踏まえてと広い意味の踏まえてで若干取り方が違うかと思うんですが、委員会の中ではそのようなことで市民の意向を踏まえてということで規定になりますので、これの場合をご理解いただきたいです。以上です。質問が終わりました。はい、どうでしょう。執行部と長く、議論じゃないんだけど、長く進めづらいんですが、私が、これ明確なのは、回答がどうこう私が何でしょうかということじゃなくて、私は今の委員長の中で、新アンケートとか、ファブリのコメントの時の数字とかっていうのを、今、口頭で我々知らされているものですから、やはりそういうものは事前にですね、我々のところへ配布していただかないと、ちょっとにこうする、こう言われても、見守ったり何かするのも私は不利なものですが、そういう点については、判断材料は、私は全権が共通しなければ、私はこの議論は進まないと。せっかく作るんですから、全員が納得できるような形の基本条例にしていただきたいというふうに思うので、私、これ、特に納得するかしないかではなく、多くの議員に発言をしていただきたいと思いますので、これで終わります。はい、委員長。委員長。はい、ありがとうございます。まあ、言い訳になっちゃうんですが、議長に報告して、その前日までがパブリックコメントの集約で、で、あと回答を出して、で、あと市民説明であるアンケートは、ね、比較的早く集まっていましたが、そこの部分遅れたことについては、OB をし、これからすぐにも出せますので、準備でき次第、お伺いしたいと思います。どうぞ。